皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。生まれた時から難病と戦ってきた、チーリオ、ことリオナちゃん、7歳。約2年前に開設した YouTube は、9ヶ月ほどで100万人を突破しました。見る人を笑顔にするリオナちゃんの SNS 発信を始めた理由を、チーリオママ、こと母のかすみさんにお聞きしました。全4回中の3回、写真、初めて見ました。 リオナちゃんを支える美人なまま、全19枚。背を伸ばしてあげることができないなら、SNS 発信は約3年前、リオナちゃんが年13の頃に TikTok から始められたそうですね。かすみさんはい、そうです。リオナは赤ちゃんの頃から低身長症のために背が伸び悩んでいて、3歳くらいになっても赤ちゃんと比べられることが多くててもうしゃべるのすごいねなんて言われて。 一人一人の方に3歳なんですと説明すること自体をしんどく感じるようになりましたそれに明らかに小さいと分かっていながらその話題に絶対に触れてこない腫れ物に触るような接し方をする人も増えてきて生きづらさのようなものを感じるようになったんですこの状況どうにかならないだろうかとずっと思っていました背が伸び悩んでいることは医師に何度も相談していたんですけど 様子を見ましょうと言われるばかり。でも、4歳半の時どうにかして背を伸ばしてあげたいんです。何かしてあげられることはないですかと相談したら、初めて、お母さんは、人間の魅力は慎重ではないことを教えてあげてください。今はそれしかできることはありませんと言われたんです。その時ああ、この子の背を伸ばしてあげることはできないんだなと悟って、 もちろんショックだったけれど、じゃあ、何か他にしてあげられることはないかなと気持ちを切り替えるきっかけにもなりました。ちょうどその頃 TikTok を見ていたら、いろんな病気の人たちが情報を発信していることに気づいたんです。こういうことに困っています、みたいな、見ていて、嫌な気持ちには全然ならなかったし、逆に気づきもあって。そのうち 私もリオナのことを知ってくれる人を増やしてあげたいなと思うようになり、TikTok での発信を始めました。一見、周りの子たちよりも小さいかもしれないけど、リオナはこんなに面白くて、かわいいんだよって伝えたかったんです。パパにはいつも厳しいリオナちゃん。そのわけは、かすみさんの名前で発信されている Instagram では、うちも同じ病気ですというコメントがいくつかありますね。さん、 そうなんです長男も1歳半の時に急性脳症という脳症と痙攣痙攣を引き起こす難病を発症していました幸い奇跡的に完治しましたがリオナも難病を持って生まれてきてうちの子たちばかりどうしてという思いがありましたでも SNS 発信するようになってからは投稿を見てくれる皆さんがうちも同じですとコメントをくれるようになったんです 周りの親御さんで、外からは分かりづらいけど、うちの子は実はこういう疾患があるんですと打ち明けてくださる方もいました。他にも、元気づけられています、と言ってくれる方が増えて、今では SNS 発信してよかったなぁと思っています。病気と闘ってても、こんなに可愛いリオナを知ってほしかった、リオナちゃんの動画は可愛くて大ファンです。おしゃべりもすごく上手ですね。かすみさん。 動画には普段のありのままのリオナが映っていて、そこに共感していただける方も増えてくれてありがたいですね。最初は結構ふざけながら撮ることが多かったのですが、そのうちおしゃべりをしたり、パパにお説教したりする動画をアップしたら、すごい、この子、おしゃべりが上手、みたいに褒めてもらえることが増えました。リオナのおしゃべりは日常だったから意外な気持ちでしたが、たくさんのコメントをいただいて、 リオナっておしゃべりが上手なんだって初めて気づいていつものリオナのおしゃべりがこんなに喜んでもらえるだってたくさんの人にリオナを知ってもらえるきっかけになることもわかったんですそれからはおしゃべりする様子を多く取るようになりましたリオナちゃんはお父さんへのツっコみがすごく上手ですがお笑い好きのお父さんの影響だそうですねかすみさんはい夫は リオナが赤ちゃんの頃からお笑いをし込もうと頑張っていたんです。2歳年上の息子は同じことをしても冷めた感じだったんですけど、リオナはすごくお笑いにハマって、いつの間にか自分からボケるように、笑。リオナは、性格が明るくて、人を笑わせたい、笑顔になってほしい、という気持ちが強いなって感じます。私と息子はあまりそういうタイプではないと思うんですけど、 夫とリオナは明らかに人に笑ってほしい楽しんでほしいというサービス精神がすごくあると思いますパパへのお説教は本当はもっと長いんです笑。普段 youtube はどんなスケジュールで撮影されているんですかかすみさんショート動画は晩ご飯を食べている時や晩ご飯後の談談お風呂に入った後などのタイミングで日常の一コマを切り取るような感じで撮影しています 実は「パパへのお説教って本当はもっと長いんです」笑お説教が始まったら撮影を始めて一部を切り取っています長い動画は撮影も編集も結構時間がかかるんですけど娘が次はこういうのを撮りたいってリクエストしたものを週末にまとめて夕飯の前とか時間がある時に撮影していますかすみさんはお仕事もされていて家事と子育て動画の撮影 編集とすすごくお忙しいいと思います例えば毎日の夕飯はどうされているんですかかすみさん本当は家事代行サービスなどを利用したいところですが田舎なのでなかなか難しくて基本的に自分で作っていますね家族の健康のためにできるだけ料理は手作りしたいんですと言っても毎日もう今日は無理ご飯作らなくてもええかな って言ってるんですけど笑リオナちゃんそれでもいつも作ってくれる隣にいるママを見てにっこりカスミさん時々外食しちゃうけどね笑動画は娘の気持ちに合わせて一緒に続けていきたい youtube でこれから何かやりたいことはありますかリオナちゃん youtube 登録者数200万人カスミさん笑娘がやりたい っっっって言っててて言くれるる間はでできる範囲で続けたいなって思っていな思ますもしかしたら思春期になったら嫌がるかもしれないですけど。といっても最近あまり更新できていなくて YouTuber さんたちがすごくこまめに更新されているのを知った時はびっくりしたんですけど私たちは細く長く娘がやりたいと思う限りは一緒に動画を作っていきたいなって思っています。 プロフィールチーリオママかすみさん1988年愛媛県生まれチーリオママとして娘のチーリオトリオナちゃん7歳の日常を YouTube や Instagram で発信中フォロワーは合わせて200万人を超える大学卒業後地元の信用金庫へ入校第1子出産後は家族が経営する会社で勤務しているお笑い好きの明るい夫 9歳の長男リオナちゃんの4人家族リオナちゃんとの共著に今日も爽やかにうるわしくいきましょう。取材、文・高梨巻写真提供チーリオママ、どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。